この番組は株式会社吉田水産、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。祝いフグ、誕生日に祝うを、還暦に祝うを、盆正月に祝うを、とにかく祝うぞ吉田水産、祝うを。私たちの暮らす家はいつも家族が温かく迎えてくれる家。おかえり。ただいま。県和住宅の家づくりは安心安全の家づくり、家族がいつまでも幸せに暮らせる家づくりを目指します。青空と暮らす家、空窓、県和住宅です。地域に根ざして60年以上、どんな時も支え寄り添い続ける医療を提供します。あなたの喜びが私の生きがいです。安岡病院。人生は変化の連続だ。おっしゃってる意味はわかるんですけど、人が集まってできている社会も変わるのは当たり前。まあ今は変化の時代だもんないやいや、いつでも変化の時代だよ。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、往生期。変化の時代じゃない時代なんてありました。この世界で、この街で、この自分。 YMFG。 今回のしもぐるは一番おいしい。これすごい、すごいですよね。普通小物。下関グルメ散歩、しもぐる。新しくできたパン屋さんです。うお、クルルさん、はい、行ってみますか。はい、お邪魔します。クルルさん、はじめましてだ。僕はどうも、素敵なパン屋さんで、かわいいですね、お店の雰囲気も。何がおすすめなんでしょうか。おすすめは全部と言いたいところですけど、上の段に米粉で作ったパンが置いております。おちょっと米粉のベーコンエピ行ってみますかね。私はじゃあいつもいつも買ってるクランベリークリームチーズ、はい、クランベリーですね。クランベリーちょっと甘酸っぱい感じ。甘酸っぱい感じです。クリームチーズがすごく合うんです。合うんですか。合います。いただきます。ベーコンエビ、はい、うん、うん、ふわふわ、うん、香りがすごい、もう入れた瞬間ね。俺が食べたベーコンって一番美味しい、これ。え、本当ですか。やっぱり美味しいですもんね。あのね、こんなね、こう もっちり豊かな味はしてない、僕の中では。もうベーコンと米粉の生地だけで、でこの味が出るんですか。すごい。お世辞じゃない。お世辞じゃない。米をこだわりがある、グルテンフリーとかね。そうですね、アレルギーの子でも食べれる、うん、自分の大切な人に食べてもらいたいなと思ってるので、それをそのまんまお店のショーケースで提供してます。素晴らしい。あ、次はおしゃれなお店なんですけど、銀奈さんです。銀奈さん、はい、こんにちは。こんにちは。僕でも初めて来たかな。いつオープンしたっけ。2021年の9月。そんな前かい。結構経ちます。その時はいつも私目の前に。あ、そうよね、そうよね、そうよね。すごい、すごいですよね。小物、かわいい、おしゃれな。贈り物とかにもすごくいいです。どこで仕入れるの、これ。いろんなところで。一ボックスずつ作家さんがついてる。委託販売で、市内の人の方がほとんどなんですけど。委託販売、80人以上の方がこれ置いてるんです。レンタルスペースです。すごい。でこの中はこの山崎さんが、そうです、ね、置いている。そうです。もう全部装飾とかも全部その人が決めてます。個性があるのにこうバランスがまたいいというか。そうなんです、なんかね、おしゃれですし、おしゃれでね、作りもね。あとこっちでレンタルスペースをしていて、あの今日はお花のレッスンをしてます。日替わりですね、はい、マッサージされたりとかこのお店を開いた最初の理由といいますか、作家さんたち仲間たちの販売する場所がなくて、まあ、お店だったら何も言われないし応援してもらえるだろうなと思って。家族が地元なので。地元だよね、はい、でお祭りとかでもずっと参加してたので、その商店街の人たちとも馴染みが、馴染みがありますね。で一個でもシャッターが開けれたらいいなって思うの。いや、毎日がやっぱ楽しいですよ本当してよかったなって思います。
祝いふぐ誕生日に祝うを還暦に祝うを盆正月に祝うをとにかく祝うぞ吉田水産祝うをザ・クロス知って得する市民サービスや行政施策を徹底取材市民の暮らしが豊かになる授業を始めます続いては若者が集まる調布のニュースポットに向かいます、うん、こう携帯片手にここが入り口っていうのを見つけられて NLD はい NLD さんでこんにちはこんにちははじめましてはじめましてお店の名前はお店の名前は NLD です NLD とここってそれこそ事務所だったんですよ、うん、それを自分たちでやっていく中でここを抜いたらこういうせっかくいいようなこういう土塀だったりとか、うん、こう梁とかがやっぱ見えてくるんで、うん、でこういうのをよりこう活かしていきたいなと思っていく中で、うん、じゃあ今カフェ出してるものが結構トレンディーなものだったりとか、うん、そのナウとオールドを掛け合わせてナウとオールド造語で NLD って感じで、あでまずこれが、はい、キャラメルラテです。おお、かわいい。すごいね。バスクチーズケーキです。はい、はい、これをいつもお客さんの前で。おお、初めて行きます。はい。私もこれ初めてです。チーズケーキが好きだし、食べたことあるんだけど。うん、初めて食べる食感。美味しいですよね。バリッと香ばしいし、中は濃厚なチーズケーキ。うん、よかったです。このちょっとほのかな苦味も香りもね、独特でいいですね、これ。本日はここまで。次回もお楽しみに。この番組は株式会社吉田水産ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。祝いふぐ誕生日に祝うを還暦に祝うを盆正月に祝うをとにかく祝うぞ吉田水産祝うを地域に根ざして60年以上どんな時も支え寄り添い続ける医療を提供します。あなたの喜びが私の生きがいです。安岡病院下関市の工務店6社全7棟のモデルハウスを一気見できる期間限定の住宅展示場が2025年1月にグランドオープン。ネットでは伝わらない、行ってみないとわからないモデルハウスの魅力をぜひご体感ください。青空と暮らす家、空窓、四季を感じながら日の光の恩恵を受けて開放的に青空と暮らす空窓の家、自然の光と風が作り出してくれる心地よい楽しい空間での暮らしが最高に贅沢な暮らしであり、私たちの生活や心を豊かにしてくれるはずです。後悔しない家づくりのために大切なことを探しに来てみてはいかがでしょうか。日本の元気を応援、地域発のローカルニュース。日本列島北から南まで全国のケーブルテレビ局から届いたホットなニュースをお届け。さらにホリプロタレントスカウトキャラバングランプリの山崎怜奈が世界の頂点を目指すパラアスリートを応援。放送時間はご覧の通り、ぜひご覧ください。昭和の大ヒット曲有楽町で会いましょう。この一瞬そんな名曲の誕生を再び願って開催される演歌歌謡のライブショー。期待の新人からベテラン歌手まで幅広い世代のアーティストが心を込めて歌います。中山秀征の有楽町で会いましょう。ぜひご覧ください。イエーイ。